1999年、クエイク3アリーナというゲームが出た。そういうシューティングはよく知らない。さて、開発者の間でこのゲームのコードが話題になった。コードってプログラムのソースコードか。そのコードは、実数 X を受け取ってルート X 分の1を計算する。ルート X 分の 1? これでいいんじゃない？ああ、現代ではそう書けばコンパイラが最適化してくれるぜ。昔はこれを手で最適化してたのか。で、そろそろコードを見せてよ。はい。なんじゃこりゃあ。さっきは言わなかったけど、そもそもなんでルート X 分の1を計算したいの？ 3D グラフィックスの照明やシェーディングで使われる。どこで？光の入射角や反射角の計算。角度の計算とルート X 分の1って関係ある？ベクトルが極端に長かったり短かったりすると、計算結果がおかしくなるかもしれないので、ベクトルを正規化して長さを1にしておく価値がある。向きしか使わないから、長さは捨てていいってことだね。さてベクトル X、Y、Z の長さは、ルート X2 乗足す Y2 乗足す Z2 乗、だよね。一応補足しておくと、三平方の定理を2回使うとこうなる。さてこのベクトルの向きを保って長さを1にするには、成分を3つとも長さで割る。同じことだが長さの逆数をかけてもいいな。ああ、ルートなんとか分の1ってのはこれが欲しかったのか。この計算を毎秒何百万回も行うわけだが、割り算や平方根の計算は時間がかかるので、精度を少し犠牲にしてでも高速化する価値があった。え、精度を犠牲にしていいの？例えば物体の明るさが 1% 減ったらどうなるか？ほとんどの人は気づかないんじゃない？というわけで精度の多少のロスは許容して高速化を考えるぜ。とりあえずさっきのコードを見せて。はい。これを見ている人には C 言語が初めての人もいるだろうし、かなり尖ったコードだから、経験者向けに説明しても初心者向けの説明とあまり変わらない。ので、初心者向けの説明をする。このコードが初めての C って。さてフロートという単語がたくさんあるな。1.5 とかの小数だよね。コードの前に、これを説明する。と思ったが、ロングからにしておくか。これは整数だよね。ああ、32ビット整数だぜ。二進法で32桁の整数ってことだね。これは義務教育の範囲らしいので、くどい説明は控える。ああ、ロングの先頭の桁は符号ビットといって少し特別だが、今回の話の範囲では常に0で、気にしなくていい。つまりロングは本当にただの32桁の二進法の整数？だぜ。じゃあフロート。これの中身はちゃんと知らないかも。これも32ビットではあるが、違うものを表す。先頭はまた符号ビットかな？ああ、今回の話の範囲では常に0で、以後無視する。残りは？こんな感じで実数の指数表記をしている。アボガドロ数とかのやつか。正確には、こんな数を表している。ああ、全部二進法だぜ。この、10も？もちろんこれも10じゃなくて2。これは何？指数部がマイナスになるような小さい数も表したいので、指数部の数からは127を引いて読むことにする。ちなみにこれは130。じゃあこれは3か。さて、残りは二進法の小数だが、この小数部分は、ズバリ、これを23ビットの二進整数として読んだ値、鬼の23乗で割ったもの。十進法だと、例えば 0.123 は 123÷1000 で、10が2になっただけだね。これに1を足したものがこの小数の値だぜ。ここは1で固定なの？ 1 以外の値を設定できる必要はあるか？ 1 以外って二進法だと0しかないのか。でも先頭を0にする必要はなさそう。というわけでこの1は省略される。ケチだね。まとめると、この8ビットで表される整数を E、この23ビットで表される整数を M とすると、1に2の23乗分の M を足して、2の E-127 乗倍した値、がこの32ビットで表されている。そんなに複雑じゃなかった。これが不動小数点数だぜ。ああ、実はこの説明に当てはまらない数が少しあるが、ルート X 分の1を求める話と関係ないので省く。ルート0分の1を求めろって言われてもね。じゃあ、改めてコードを見てみよう。このナンバーというのが入力。ルートこれ分の1を求めるんだよね。コードの前の方は、使う変数を宣言したり初期値を入れたりしているだけ。ここから本番だね。ここで何が起こるか詳しく見る。例として、Y がコンピュータの100番地、I が200番地にあるとする。Y には入力が入ってるんだよね。さて次の行で何が起きるかだが、まず、&Y は Y のアドレス。100番地？だな。で、これだが、これをロングのアドレスとみなせ、といった意味。なんじゃそりゃ、まあフロートもロングも32ビットだからできなくはないね。最後にこのアスタリスクだが、アドレスの中身を取得する。中身ってこれ？もちろん。ってことは、Y の中身を I にコピーしてるだけ？ああ、0と1の並びをそのままコピーしている。例えると、JPEG ファイルの拡張子だけ MP3 にしたって感じ？そこまでじゃないがそれに近い。意味あんの？まあ次の行を見よう。
もっと意味わかんないことしてそう。やっている計算自体は単純で、これは16進法で書かれた16億くらいの定数。これはビットシフトといって2進整数を右に1桁ずらす。2で割るってこと？結果としてそうなる。知ってるだろうがこれは引き算の記号だぜ。これって本当にルート x 分の1を計算する気あんの？コードは一旦脇に置いて、フロートが何だったか思い出してみる。この32ビットでこの値を表してるんだったね。この値が y っていう変数に入っていて、突然だが y のログを取ってみる。なんで？すぐわかるぜ。定は2で、省略する。2のなんとか乗のとこは外に出せるね。ここでログ1たす〇〇を単に〇〇で禁止してしまう。え、そんなことしていいの？最初に言ったように多少の誤差は許容する。そういえばそういう話だったね。さらに適当に下駄を履かせて誤差をできるだけ均等にする。この下駄には 0.045 くらいの定数アルファを使う。結構フッとした。こうして出てきた分数の分子に E を取り込んでみる。さあ、何かに気づかないか？え？ここに注目。E の2の23乗倍たす M？ 2の23乗倍ってのは2進法で0を後ろに23個つけることだな。それに M を足すと、フロートの中身になった。というわけで、ログ y は、y の内部表現を整数として呼んだもの、の定数倍に定数を足したもので禁止できる。フロートの中身はログみたいなもんだったのか。これでこのコードも理解できるな。ルート y 分の1のログを取ってみると、ログ y のマイナス2分の1倍か。ルート y 分の1を z として、両辺をフロートの内部表現を使って禁止し、整理するとこうなる。フロートはだいたいログだからマイナス2分の1倍でだいたい OK で、この変な数は定数倍とかのズレを吸収してるんだね。こうして i に入った計算結果を、さっきと逆に y の方にそのままコピーして、これでこのコードのメインパートは終わり。そういえばもうちょっと続いてたっけ。この時点で誤差は数パーセントくらいだが、ニュートン法で誤差 0. 数パーセントくらいに仕上げる。ニュートンってあのニュートン？もちろん。さてルート x 分の1を求めるってどういうことか考えると、y の2乗分の 1-x イコール0っていう y の方程式の正の解を求めることだな。そうだね。左辺を fy として、x イコール fy のグラフを書いてみる。この x イコール0の線と交わるところを知りたいんだよね。さてメインパートでこの交点にある程度近い点をすでに求めた。この時、この点でのグラフの接線を考えて、この接線と x イコール0の交点を求めてみる。ああ、完璧じゃないけど正しい値に近づいた。これがニュートン法の1ステップだぜ。思ったより単純だった。じゃあこの新しい近似値を求めてみよう。fy を微分できるか？ x は定数だから消えて、マイナス y の3乗分の2。これをこの式に代入して、整理する。妙に綺麗になった。コードに書いてあった式はこれかな？あ、同じみたい。これを繰り返せばどんどん真の値に近づくが、一回で十分な精度が出てやめたようだな。以上。せっかくだしここに何か入れて計算してみて。何がいいか？結果がわかりやすいし9で。9だと、メインパート終了時点で誤差 2.7%。ニュートン法の後の最終結果は誤差 0.11% くらい。ほとんど合ってる。フロートの中身をログとして使う技は覚えとくよ。忘れろ。ご視聴ありがとうございました。